謎の人物クロちゃんに難易度調節をしてもらいました。今回からハードモードでのプレイになります。そうさ。僕は挑戦が好きなのさ。ありがとうクロちゃん。で、あの人の正体は一体何なんだろう。メタい存在ってことでいいんじゃないかな。お、助っ人登場か。無理やりにでもラビラビタウンに連れて帰るんだ。はい、誰もいませんでした。あの光ってるアイテムのことか。あ、高くジャンプできる靴めっちゃ欲しいです。行動範囲がかなり広くなるので。どうやらあの靴を手に入れれば虹色の洞窟の奥に行ってリボンの仲間を助けられるっぽいね。僕も高くジャンプできる靴欲しいな。そうすればお風呂場が2階にあっても犯罪行為に使うな。アクションゲームとかやったことある人ならわかると思うけど、ハイジャンプアイテム、二段ジャンプアイテムをゲットした時の喜びと興奮は異常。一気に行動範囲が広くなってめっちゃ楽しくなるからね。喉から足が出るほど欲しいです。それはホラーな光景だね。なんで水着のウサコンがこんなところにいるんだよ。蚊に刺されるぞ。それはエリナも同じだと思うけど。もし虫に刺されたら僕が薬塗ってあげるからね。欲望むき出しの親切心はいらないから。一定結構ダメージえぐいな。雑魚キャラにあるまじき攻撃力だ。まあ難易度上がったからね。もうあの花だって怖いぞ。あ、下に行っちゃった。まあいいや、先にこっちを見よう。あれ、こっちが正規ルートなのかな。イベントがあるからそうっぽいね。また君たちか。君らどこにでもいるな。行動力がすごすぎると思わないか。そこまでしてウサギを捕まえたいのか。なんじゃこや、なんか可愛い雰囲気の場所に来ちゃったぞ。妖精までウサギ見つけてるじゃないか。ウサコンは人間だけじゃなかったのね。ウサギの写真とかいっぱいあるし、ここウサコンの基地か。なんか一番来ちゃいけない場所に来ちゃったみたい。こんなところで捕まったら何されるかわからないぞ。ペロペロされちゃうのか。ねえ、ペロペロされちゃうのか。どうなのよ、ペロペロされちゃうのか。同じこと何度も言わなくていいから。なんか変なのがいる。中ボスかな。目の前に敵がいたら叩きのメスまでだ。あと君たちウサコンに言いたいんだが、ウサギが好きならもっと丁重にウサギを扱っておくれよ。暴力でウサギが傷ついたらどうすんだ。まあ、目的のためなら手段を問わないグループなんだろうね。地味に避けづらい攻撃だな。やばいよ、このままじゃエリナ捕まっちゃう。しまった、あと一回当たったらやられる。一気に大ピンチだね。まだ基地に入ったばかりなのにこのありさまだよ。まだ奥がありそうなのに大丈夫なのかな。多分大丈夫じゃないと思います。めっちゃ頑張って攻撃避けないと、次の攻撃が来る前に倒す。あ、倒したら体力回復した。まだ希望はあるぞ。決して絶望的ではない。それにしても難しいなぁ。天井が低い場所で戦っているから、上からの弾幕がすぐ自分のところに来るんだよ。敵の妖精がもっと高い場所にいるなら避けやすいと思うけど、結構至近距離から弾幕放ってくるよね。また中ボスか。なんかこのボスかわいいなぁ。でも倒す。ウサギに暴力振るう子にはお仕置きが必要だ。着実に被弾していますが、初めての攻撃に当たるのは仕方がない。二巡目以降の攻撃にはもう当たらないぞ。ダメージ食らいまくってるじゃない。やばいよ、あと一回当たったらやられる。結局さっきと同じような状況に。どうして高心臓に悪いシチュエーションになっちゃうんだろう。だがこれで勝つる。よし、体力もちょっとだけ回復できた。いかん、このままじゃ雑魚敵にやられる。もういちいち相手してられん。強行突破で一気に駆け抜けるぞ。逃げろ、アイテムが。失敗したなぁ。あのアイテム欲しかった。やられるよりマシだと思うけど。上に戻る方法はないよなぁ。こっち側に隠し通路ないのかな。何もないみたいだね。さっさとこのアジトから脱出しないと。またこのパターンかよ。面倒くさいからとっとと倒すぞ。
こんなのに絶対負けぬ。って今度はダメージがえぐい。さっきのより弾速遅いけどダメージが大きいのか。でもそれだったら余裕で勝てるさ。正確に慎重に攻撃を避けるのだ。やっぱりピンチになっちゃうのね。こんな下手なお約束展開でいいのか。正確にジャンプすることって意外と難しい。そんなことが身に染みて分かった戦いでございました。あ、さっきの靴、靴じゃなくてスリッパでした。そんな脱げやすそうなスリッパで大丈夫なのか。絶対戦闘中に転ぶと思うんですが。魔力のあるスリッパだからきっと大丈夫なんだよ。まあ、機能面は魔力でどうにでもなるんでしょう。でもバニーガールがスリッパを履いているのはシュールです。それはともかく高くジャンプできるようになったぞ。これでますます冒険がはかどるぞ。あ、爆弾魔のココア、何してるんだ。爆弾の材料でも集めてたんじゃない。恐ろしい猫だな。また旅で弱らせて尋問せねばならん。ジャンプ台あればスリッパいらなかったね。なぜ今さらこのタイミングで出てくるのだ。あ、もしかしたらさらに上に行けるのかも。こっちのアイテムはまだゲットできないな。お、でもこっちにもアイテムがあった。ありがたくいただきます。左の狭い通路は通れないのかな。ほふく前進すれば行けそうだけどな。エリナを先に行かせてそれを僕が追いかける。お尻をツンツンしてせかしたら面白そう。顔面蹴られるよ。よし、奥に行くぞ。ってなんだこや。いきなりメカメカしい場所に、あと妖精が閉じ込められてる。何かあったのはむしろ君たちの方じゃないのか。いや、もうバッチリ捕まっていると思うけど。なんてだらしない格好。島パンだ、島パン様だ。これが偽パンってやつか。よろしい、もっと近くで見てあげよう。勝手に話を進めるな。初音ミクリスペクトか。おっと、島パン様ご立腹の様子。ズボンも履かずに一体何をやっているのよ。何をやっているか知らんが、とっととリボンの仲間を解放しなさい。じゃないとそのパンツ引きずり下ろすぞ。相手が悪い人でもそれはダメ。シャロって誰だ。その人を探すのに妖精が必要なのか。だが理由なんてどうでもいい。悪い子にはお仕置きだ。なんだ、椅子に座ったまま戦うのか。自分から動いて戦わない人なのかな。とりあえずまずは弾幕を観察せねばならん。そこまで難しくない弾幕に見えるけど、さっきのウサコンのアジトの妖精みたいに至近距離からの攻撃が来そうで怖いな。あっという間に弾が目の前に来るからな。どうやらパネルの色で弾幕の種類が変わるっぽいね。じゃあ色を見れば攻撃に備えられそうだな。あと相手の体力そんなに多くないぞ。ダメージもそんなに大きくないから、強引に力押しで攻めちゃいますかね。そんな戦法でいいのかね。なるほど、緑は時期狙いなんだな。それさえ気をつければ攻撃のチャンスはいくらでもあるぞ。さあ、とっとと戦いを終わらせようか。私は嫌な予感しかしないけどね。だっていつもボスの体力は右下、中ボスの体力は上に表示されるからね。あ、なんてこったい。本番はこれからだったのか。お前の父ちゃん何プレゼントしてんだよ。めっちゃ攻撃してくるじゃないか。親子揃って危険人物なのか。よろしい、こっちだって許さないからな。二度とそのパンツ履けないようにしてやる。意味わからん。ずっとパソコンの前に座りっぱなしの人が野山を駆け巡ってきたエリナに勝てると思うなよ。だが科学の力は怖いよ。そんなにダメージは大きくないな。落ち着いて避ければ今まで通り倒せるはずだ。いや、そうでもなさそうだよ。相手の HP 見てごらんよ。あれ、まだこんだけしかダメージ食らってないのか。さっきから相手の HP の減り具合を見てるけど、前回の小鳥戦の時と比べて明らかに減り方が少ないよ。ってことは、
結構相手の体力多いってことか。たとえダメージが少なくとも、単純ミスが積み重なると致命的になるパターン。やばいよ、こっちはもうやられそうなのに、まだ相手の HP 半分にもなってないよ。ってなんか移動速度が遅くなった。状態異常までつけてくるみたいだね。こういう遅い弾幕はしっかり避けないと、速い球は密度が濃くなくても避けにくいが、遅い球なら密度が濃くても避けやすい。ってまだ相手の体力半分以上あるのか。なんじゃそや、はい。嫌な予感がするなぁ。前半でダメージ受けすぎでしょ。ハンマーで攻撃をしていたら、攻撃中に思いっきり被弾してしまった。この子の攻撃見た目は単純だけど、結構ジャンプのタイミングがシビアで難しいぞ。なぜかうまく避けれないんだよ。攻撃が速い。まだ僕の反射神経が追いついてない。この緑の玉もタイミング間違えたら絶対当たる。今まで以上に正確な操作が要求される戦いだ。そりゃそうでしょ。ボスは強くなっていくんだから。でもさ、前回の小鳥戦から一気に難易度上がりすぎなんだよ。今のはビームが出る前に真下に行かなきゃダメか。そして踏みつけられる。しまった、真下に行かないと、遅かったか。近くにいる途中の攻撃を避けれないから、距離を置きたくなるんだけど、離れすぎるとこういう攻撃を避けれなくなるんだな。今度は何するんだ？はい。こんなの避けられるのかな。後ろに回り込めばワンチャンあるな。そうだ、回復アイテム使うの忘れてた。で食事を妨害されたぞ。食べ終わるまで攻撃に当たっちゃいけないんだったね。早くケーキ食べたい。前半しっかり避けたから体力たくさんだぞ。しっかり避けても序盤の攻撃で当たると気が萎える。ああもう、また当たっちゃったよ。相当苦戦してるね。なぜか当たっちゃうんだよなぁ。不思議な避けにくさがあるんだよねー。タイミングを完璧に合わせないと絶対に当たっちゃう。ちょっと待て、今のどうやって避けりゃいいんだよ。待て、落ち着け。その技はやばいって。またそれやるのか。やめてください、お願いします。もうやめてくれー。そんなん避けれるわけないじゃないかー。甘いものを食べて落ち着こう。ルミゴ主人のケーキで体力回復だ。この時点で回復アイテムを使わざるを得ない状況が異常。ケーキのおかげで長く戦えたぜ。相手の残り HP はあと3分の1だ。あんたは10分の1だけどね。だからそれ連続でやらないでー。なんとかここまで体力減らせるようになったぞ。だがもう長時間の戦いで僕自身がやられそうだぞ。ここで無慈悲な必殺技。死にかけの人に必殺技使って楽しいんですか？オーバーキルすぎやしませんか？この状況でこんな避けにくい技、こういうカーブの攻撃はなぜか頭が混乱する。これは時期狙いだな。でも動きが早いよ。ほんとゴリゴリ体力削ってくるなぁ。こんなのどう対処しろというのだ。さすがに負けすぎだよ。だってすっげー避けにくいんだもん。やばいってこの子。でもあと少しで倒せそうだぞ。さっきより自分の HP も多く残ってるし。さあ、この必殺技を避けられるか。隙を見て攻撃だ。なんか相手全然ダメージ食らってないぞ。右に相手の効果が書いてあるよ。防御力大幅上昇だってさ。何？じゃあ今攻撃しても意味なかったのか。やっぱこの時期狙い難しい。とにかく、避けに専念しなさいってことだね。やばい、もう HP が少ない。あ、必殺技終わったか。まだでした。ホーイング弾避けるの難しい。
あと少し、あと少しで倒せる。お願いですからもう倒させてください。もう赤と青いビーム絶対使わないで。あれ使われたら絶対ゲームオーバーになる。もう絶対に攻撃に当たっちゃダメだぞ。今だ倒せー。倒しきれない。あと一回、あと一回攻撃すれば。お願いだからもうやめてー。やっと勝てたー。なんだこの鬼畜ボスはー。こっちだって泣きたいよ。涙を拭くハンカチ持ってないから君のパンツで拭かせておくれ。ダメです。いいじゃないか。ちょっとパンツに顔押し当てるだけだ。自分の服で拭けばいいでしょ。とにかく休憩だ。そうだぞ、何もかもそっちが勝手にやってたんだからな。こっちは完全に被害者だぞ。ちゃんと反省してくれたからこれにて一件落着だね。なんかまだモヤモヤするが。まあいいよ。もう疲れたから、この件については終わりってことで。ということで、無事にリボンの友達を助け出すことができましたとさ。でもなぜいきなりこんな機械類がたくさんある場所が現れたんだろう。ラビラビタウンとか科学とは無縁な場所だと思うけど。そうか、君の名前はシシニっていうのか。よく覚えておくよ。シシニ、それは妖精を捕まえて銃乱射をするヤバい少女。明らかに恨んでるよね。ほう、何か言えない事情があるんだな。シシニがここにいる理由は今は知るすべもない。あれ、シシニを助っ人にするの？助っ人は魔法が使える人じゃなきゃダメだったような。こんな危険人物を街に入れてはいけない。もう反省してるんだからいいでしょ。そんな大切なこと教えたら今度は石碑に何するかわからないぞ。アシュリーもそうだけど好奇心の強い人はトラブル起こしそうだ。やはりこの世界の人は科学を知らないみたいだね。じゃあなんでシシには科学を知っているんだ。ラビラビタウンの人とは全く交流のない人なのか。まあ、いろいろあったけど、これで一人目の助っ人を見つけることができたみたいだね。こんなんでいいのか。最初の助っ人は魔法を使えない人。あれ、せっかく助かったのにもうリボンと別れるのか。なるほど、妖精二人が助っ人を探してくれるのね。これからはリリとピッチーの指示を受けて助っ人に会いに行けばいいんだね。で、魔法が得意なリボンは引き続き戦闘のアシスト係ってことか。おや、ワープストーンの存在を知らない。ワープストーンなしでどうやってここに来たの？かなり謎深き人物なんだな。とりあえず、ものすごく好奇心旺盛であるということだけは分かった。セキシフェチ。エリナ、ウサギの君がどうしてフェチなんて言葉を知っているんだ？そうか。きっとルミゴ主人がそういう言葉を使ったからだな。あれ、今までの会話の中でラビリビって言葉出てきたっけ？記憶にないなぁ。さっき妖精たちがリボンのことをリビって呼んでたけど。いきなりこのゲームの題名に関するめたい話ですかね。まあよくわかんないけどただの雑談さ。今日の冒険はここまでにしよう。